次、コードです。まず、コードの特徴。これは、和音の名前ですから、必ずね、ここに音名が来るんですね。これ音名。で、これが必ずね、英語なんですよ。コードネームだから。だから C って書いてあったら、C と読まないでください。ね。で、ここにね、M って来た場合に、単三和音。何にもなければ、長三和音。だから今これ、頭見てね、C。これは音名ですけど、コードネームつったら、C だけだったら必ずこっちになります。小三音。とか、マイナーって見えた瞬間に必ずここの音程を単三度にしてます。で、これを同じ。そうするとこれ次見てね、C マイナーって書いてあるから同じなんですよ。ところが、ここに見て、オン B って書いてあるね。で、ベースの音を指示してますから、これです。そうするとこれはコードネームはどうなるかって言うと、Cマイナーにメジャーセブンが来たような響きになるので、Cマイナーメジャーセブン。わかる読み方。Cマイナーメジャーセブン。メジャーセブンがセットで長7度って言います。だから Cマイナーというキー、ね、和音に長7度のメジャーセブン入れてください。で、その時のベースがオン B ですよって言ってるんですから、和音はそのままベースだけこっち来ればいい。オン B が入るだけでコードネームがこれになる。次見てください。オン B フラットって書いてあるから、C マイナーのオン B フラット。ってことは、今度はコードの中に C のフラットが入るので、今度は C マイナーにセブンって来るんですね。ここに来るのがセブンスなんですよ。で、セブンスとメジャーセブンがあるわけ。今のところね。メジャーセブンってここに書いてありますね。メジャーセブン。これ書いてもいいですけど。ちょっとそういう風に見ていくと、この Cm6 って書いてあって、On A って書いてあるね。そうすると、Cm の今度ベースが On。これよくどうなってるかって言うと、Do, Mi, So, La つって、今度はここが C の音から6度離れた、これが入ってるように聞こえるんで、Cm6 ってなる。で、6は必ず超6度。だからここに来るのはセブンス以外にシックスも来るわけ。セブンス、シックス。で、シックスはね、必ず超6度。単6度ありえないの。どうしてかって言うと、Cマイナーにソの音があるよね。で、単6度入れると、この音がね、コードの中で半音でぶつかった時って必ず半音っていうのは同居できない。超6度は、超2度は同居できる。単独音はすごくきつい音なので、よっぽどのことかいより使えないので、6と見たら必ず超6度みたいです。はい、そうすると今、ここに行ったところもう一回復習しますよ。Cm、音でいきます。はい、Cm、メジャー7、オン B。はい、Cm7、オン B フラット。はい、Cm6、オン A。要は、左手は、和音はドミソ弾いてるからよ。バスが、ドーシーシーバー。ベースが動くということは、これだけ和音の種類が変わっちゃうってこと。だから、ベースの音っていうのは、絶対に間違えちゃいけない。だからコントラバスの人って、そんなにガチャガチャ動かないけど、絶対音間違えちゃいけない。ベースっていうのはそれだけね、ホームグラウンドじゃないけど、いや、私の音の上に積み重ねなさいっていう音なので、間違えられないです。わかった？そういうふうに思っていくと、こういうふうになります。じゃあその次、想像して、A フラットメジャー7だから今度、フラットという調査和音に調7度、要は右手の和音は同じなんです。で、バスだけがこっちでしょ。それで今度 Fm6 っていうのは F から始まる単三和音に6ですから、で、バオン A フラットですから、ってことはドレファしてます。その前がこれでよくなる。次、分かりやすいと思うよ。
Cm オン G。 じそしでに7またどんどん和音先いくね。最終的にはコードを見たらこのポジションがポーンって弾けるような人になってもらいたいんですけど、今解説だけした段階なので、はい、皆さんはメロディーを弾きながら国雄先生の弾くコードを聴いてください。それで、あ、そうか、 Cm ってこういう響きなんだ、 Cm メジャー7音符ってこういう響きなんだっていうのを響きで覚えてください。はい、メロディー弾きながらどうぞ。はい、今度は Cm オン E。